3番会社で男の人と女の人が歓迎会について話しています女の人はこの後まず何をしますか再来週の新入社員の歓迎会僕が準備することになってたでしょちょっと手伝ってほしいんだけどうんいいよ営業家全員に出られるかどうかを聞いてくれるもう店は決まってて 大体の人数は伝えてあるんだけど、そろそろ最終的な人数をお店に連絡しなきゃならないんだ。わかった。全員に聞いたら、店に電話して人数を連絡しておいてくれるその店、今日は休みだから、明日以降でいいよ。それから、メンバーが決まったら、僕にもメールで教えて。参加する人確認したいから。うん。他になんかない歓迎会で何をするか、内容を決めなくちゃいけないんだけど… それは自分でやっておくよ。じゃあよろしく。女の人はこの後、まず何をしますか 3番会社で男の人と女の人が歓迎会について話しています女の人はこの後まず何をしますか再来週の新入社員の歓迎会僕が準備することになってたでしょちょっと手伝ってほしいんだけどうんいいよ営業課全員に出られるかどうかを聞いてくれるもう店は決まってて 大体の人数は伝えてあるんだけど、そろそろ最終的な人数をお店に連絡しなきゃならないんだ。分かった。全員に聞いたら、店に電話して人数を連絡しておいてくれるその店、今日は休みだから、明日以降でいいよ。それから、メンバーが決まったら、僕にもメールで教えて。参加する人確認したいから。うん。他になんかない歓迎会で何をするか、内容を決めなくちゃいけないんだけど、 それは自分でやっておくよじゃあよろしく女の人はこの後まず何をしますか四番。 大学の英語セミナーの説明会で、係りの人が話しています。参加したい学生は、まず何をしなければなりませんかえー、夏休みの上級英語セミナーについて説明します。セミナーに申し込みたい人は、インターネットでテストを受けてください。テストの点数によって参加できるかどうか決まりますから、 必ず今週中に受けておくようにしてください。結果は来週学生課の前の掲示板で発表しますので、そちらで確認してください。セミナーの申し込みは結果が出た後にします。参加費の振り込みも同様です。申し込み期間が短いので気をつけてください。 参加したい学生は、まず何をしなければなりませんか 4番。大学の英語セミナーの説明会で係りの人が話しています参加したい学生はまず何をしなければなりませんかえー、夏休みの上級英語セミナーについて説明しますセミナーに申し込みたい人はインターネットでテストを受けてくださいテストの点数によって参加できるかどうか決まりますから 必ず今週中に受けておくようにしてください。結果は来週学生課の前の掲示板で発表しますので、そちらで確認してください。セミナーの申し込みは結果が出た後にします。参加費の振り込みも同様です。申し込み期間が短いので気をつけてください。 参加したい学生は、まず、何をしなければなりませんか。五番、会社で、男の人と女の人が話しています。女の人は、この後。 まず何をしますか佐藤さんちょっとアンケート調査の結果の入力をお願いしたいんだけど今忙しいあ、新製品のサンプルを支店に送る準備をしていますああ、それねそれはもう少し先でも大丈夫だよそうですか入力には時間がかかるでしょうか明日の会議の準備もあってああ、そっか それもあったね忙しいところ悪いんだけどこっちも急ぎなんだ前にもやってもらったことがあるから佐藤さんに頼みたいんだよね会議の準備って何が残ってるの資料ののの印刷とと部屋の準備とお弁当の注文ですそうかじゃあそっちは大野さんに頼んでおくよわかりましたじゃあすぐします 女の人はこのあとまず何をしますか 5番。会社で男の人と女の人が話しています女の人はこの後まず何をしますか佐藤さんちょっとアンケート調査の結果の入力をお願いしたいんだけど今忙しいあ、新製品のサンプルを支店に送る準備をしていますああそれね それはもう少し先でも大丈夫だよそうですか入力には時間がかかるでしょうか明日の会議の準備もあってああそっかそれもあったね忙しいところ悪いんだけどこっちも急ぎなんだ前にもやってもらったことがあるから佐藤さんに頼みたいんだよね会議の準備って何が残ってるの資料ののの印刷とと部屋の準備とお弁当の注文ですそうかじゃあ そっちは大野さんに頼んでおくよわかりましたじゃあすぐします女の人はこの後まず何をしますか 6番会社で男の人と女の人が話しています男の人はこの後まず何をしますかパソコンをずっと使ってるせいで最近肩が痛いんだけど何かいい方法ない体操がいいと思うよ体操教室とか申し込んでみたら私うちの近くの体操教室に通ってるけど 肩の痛みが取れたよ。あでも最近仕事忙しいよね。うん、行きたいんだけどね。あ体操教室の先生が作った DVD があるんだ。それ見ながら自分でやるのはどう先生は以前、病院で患者さんに体操を教えてたりして人気があるんだ。ふん、病院で教えてたんだ。それは良さそうだね。うん。インターネットで手に入るから、頼んでみたら うん、今日にでもあそれから会社の近くのスポーツクラブの無料チケットがあるからあげるよそこでも簡単な体操を教えてくれるから仕事落ち着いたら行ってみてありがとうそうする男の人はこの後、まず何をしますか 6番会社で男の人と女の人が話しています男の人はこの後まず何をしますかパソコンをずっと使ってるせいで最近肩が痛いんだけど何かいい方法ない体操がいいと思うよ体操教室とか申し込んでみたら私うちの近くの体操教室に通ってるけど 肩の痛みが取れたよ。あ、でも最近仕事忙しいよね。うん、行きたいんだけどね。あ、体操教室の先生が作った DVD があるんだ。それ見ながら自分でやるのはどう先生は以前、病院で患者さんに体操を教えてたりして人気があるんだ。ふーん、病院で教えてたんだ。それは良さそうだね。うん、インターネットで手に入るから頼んでみたら うん、今日にでもあそれから会社の近くのスポーツクラブの無料チケットがあるからあげるよそこでも簡単な体操を教えてくれるから仕事落ち着いたら行ってみてありがとうそうする男の人はこのあとまず何をしますか